私はパニコ、23歳の会社員です。大学卒業後にパニ商社に入社して真面目にそつなく仕事をこなしています。でもね、実は社長と上司以外のみんなには秘密にしてることがあるんです。さらに訳あって、同年代の女性たちよりも地味な格好をしています。理由は簡単、目立ちたくないからですというか目立つと困るから。まあその理由はおいおいね。ある日、私がいつものように仕事をしていると、そこに同僚の静香がやってきました。あら、パニコは相変わらず地味こっぷり炸裂ね。そんなんじゃ人生の半分を無駄にしてるわよ。始まった。静香は私を見るたびにいつも見下したり笑ったりする嫌なやつなの。仕事におしゃれは必要ないと思うけど。パニコって会社に何しに来てんのよ。会社には仕事をしに来てるけど。逆に聞くわ、あんたは何をしに来てんのよ。ハイスペックな彼氏、いや将来の旦那様を探しに来てるに決まってるじゃない。いやいや、給料もらってるんだから仕事をしてくれ。しかしあんた化粧も下手ね。わざとです。まあジミコのメイクなんかどうでもいいわ。それより見てよ、このワンピース、人気ブランドで13万もしたのよ。お揃いでパンプスも買っちゃった。ああはいはい、そうなんだ。ほら、私ってキラキラしてるでしょ。モデルや女優になるために生まれてきたような女じゃない。パニコもダメよ、女をサボっちゃ。どうして毎回そんなに地味な格好してるの。もう少し女子力上げなさいよ。同じ女として本当に心配どうぞどうぞ、勝手に笑っててくださいな。私仕事の続きをしたいんだけど。あら、そういうところよ。仕事の鬼になって将来どうする気よ。静香があれこれうるさいから私は無視して仕事に取り組みました。それでも話を止めない静香です。名前の通り、静香に来てくれ。そんなことを思っていたら、静香が声をワントーンアップしてキャーキャー言い始めたの。ソータさんだよ、ソータさん。やばー、こっち来る。ソータさんは同僚の中でも高身長でイケメンで、会社内にこっそりファンクラブがあるほど人気が高い人です。すると、ソータさんが私の席までやってきたんです。パニコさん、この書類直したいんだけど、アイディアもらってもいいかな。はい。その後も、私とソータさんは仕事のことをあれこれと話していたんです。そうしたら、私もソータさんと仕事の話がしたいです。なんて言いながら、割って入ってきたの。ああ、でもあれ、静香さん、この書類見てわかるかな。やだわ、ソータさんたら。私もやる気出したらすごいんですよ。なんて静香はくねくねしながら言ってるんだけどね。そうなんだ。じゃあこれなんだけど。ソータさんもとりあえず静香に相談内容を振ってみたものの、静香は全くわからないって顔してるし、ソータさんもかなり困った顔になっちゃいましたよ。やっぱり私難しいことは無理かもしれません。でもソータさんが隣で手取り足取り教えてくれたら私頑張れるかも。そして仕事の話が徐々にそれ始め、どこそこのカフェに行ってみたいだの、あそこに新しいレストランができたから一緒に行きたいだの、おしゃれなバーがあるって聞いたからソータさんと行きたいだの、始まってね。ソータさんが呆れているとも知らず、静香はこの後とんでもないことを言い始めたんです。あ、ねえ、今度ナイトプールで合コンしませんか。ナイトプール。ちょっとちょっと、
ソウタさんもお友達連れて、私も可愛いお友達連れて行くので。え、あ、あー、はー、私には関係ない話だと思ってさっさと仕事に戻りましたよ。時間の無駄だわ、静かの時間泥棒が。こういう人間はスルーするに限ります。でもまさかね、この話は終わったと思ったらこう言われたんです。ちょっとパニコ、あんたも合コンに参加するのよ。え、なんでそうなんの。帰ろうと思っていた私に突如降りかかった災難ともいえるこのセリフ。一緒にいた同僚で友達のハルミとカオルも驚いた顔をしていたんです。あなた今までパニコを誘ったことなかったのに急にどうしたの。どうもこうもないわよ。別にパニコを誘ったって問題ないでしょ。あんたたちも一緒に参加すればいいわ。いやー、私は遠慮しておくわ。合コンなんて興味ないの私。さてはあれね、自分があまりにも悲惨な姿だから行きたくないってことね。そうよね、私なら恥ずかしくて人前に出られないわ。なんと言われようと私は。断ろうとしていた私の言葉を遮ったのはハルミとカオルでした。わかったわ、パニコ、私たちも参加しましょう。え、そうよね、パニコの底力を見せなくちゃ。いや、見せる必要ないし。そうこなくっちゃ、私はこのナイトプール合コンでソータさんをものにしてみせるんだから。ルンルン張り切っている静香が去っていきました。どうやらソータさんも静香のしつこい推しに負けたみたいで、いやいや行くことになったそうな。私参加したくないんだけど。静香をギャフンと言わせたいじゃない。最近パニコだけじゃなくてアイナにも悪態ついてるのよ。そうそう、静香かなり調子に乗ってるからね。パニコがあいつの鼻っ柱へし折ってね。どうなることやら。いろんな意味合いで合コンにノリノリのようですね。とほほ。そして私はしぶしぶ合コンに参加することにしたんです。合コン会場であるナイトプールに行くと、ソータさんを含めた男性が5名で、女性は静香とハルミとカオル、もう一人私と同じく地味な同僚のアイナ、そして私の5名。静香は私を見るなり、あらー、こんなに映えるナイトプールでもパニコとアイナは相変わらずの地味子ね。何その水着、いつの時代の水着を着てきたのよ。なんて散々コケにしてくれたわ。さらにソータさんにべったりしていたけど、ソータさんは私のげんなりっぷりを見かねて話しかけようとしてくれたの。するとそれが面白くなかったらしい静香は、なんと、あ、ごめん、わっ、プール沿いを歩いていた私をプールの中に突き落としたんです。あら、地味すぎて見えなかったわ。パニコさん大丈夫、僕の手に捕まって。ソータさんはすかさず手を伸ばしてくれたんだけど、ソータさん、パニコなんか放っておいてあっちに行きましょうよ。子供じゃないんだから、プールからは一人でも出られるでしょ。ニヤニヤ笑いながらそんなこと言ったの。静香さん、その言い方はないんじゃないか。ソータさんが静香をきっと睨みつけました。それで静香は一瞬ひるんじゃってね。ごめんパニコ、でも。でもじゃないよ、こんなことしたら危ないだろう。ソータさんに怒られて静香はシュンとなってました。でも私そんなことを気にしてる余裕なんかなかったの。やばい、メイクが落ちちゃった。パニコ大丈夫、タオル持ってこようか。そうね、お願い。ところが、え、ちょ、あ、あ、え、あ、あの、え、え、私が思った通り、プールから上がった私を見た瞬間、私を見ていた合コンメンバーは目が点になっちゃったの。なぜならそれは、パニコ、あ、
私が有名人だから。ようやくわかった？あんたが今まで散々コケにしていたパニコは売れっ子モデルのパコなのよ。うそ！ああ、バレちゃった。残念ながら嘘じゃないのよね。実を言うとね、私は大学時代からモデルとして活躍していたんです。でも普通の会社員になりたいと思って今の会社を受けたの。社長と上司だけはモデルとの両立をお願いしていました。うちの会社その辺はとっても融通が利く会社で、どっちの仕事も真剣にやるなら OK って言ってくれたんです。するとここで静香がいきなり手のひら返し。私ずーっとパコに憧れてたの。パコみたいになりたいってずーっと思ってたの。お願い、私を付き人にして、もしくは私をデビューさせて。パコの後ろ盾があればきっと私は売れると思うの。すんごい自信満々ね。けど残念ながらあんたには無理だと思うわ。どうして？私こんなにキラキラしてるじゃない。そうね、もしあんたが本当にキラキラしてるならここに来た時点で周囲からキャーキャー言われていたんじゃない？でも残念ながら誰一人としてあなたに目を奪われた人はいなかったみたいだけど。業界にはあなたくらいのレベルの人は大勢いるの。努力するのは当たり前だし、自分を輝かせるためにみんな外も内も磨いているのよ。他人をけなしたりコケにしたり見下して笑い物にしようなんて人売れるわけない。だからあんたには見込みはないと思う。そんなことしてないじゃない。あら、この人記憶喪失か何かかしら。ついさっきまで私とアイナのこと見下してたでしょうが。え、さらにわざとプールに突き落としたわよね。メイクが取れてもっと笑いたかったんでしょうけど残念だったわね。こんなことされて私堪忍袋の尾が切れちゃったんだけど。え、怪我しなかったからいいものの、もし怪我なんかしたらあんたとんでもない賠償金を私に支払うことになったわよ。え、私がどれだけ売れっ子かわかるでしょ。メディアにファッションショーに、そう、もし本気で怪我していたらかなりの損害賠償額になってましたよ。だってさ、それじゃ今までのこと制裁させてもらうわね。え、今まで散々私をコケにしたからそれは侮辱罪よね。さっきわざと突き落としたことは傷害にはならないけど、暴行罪にでもさせてもらったな。合わせて結構な慰謝料を請求することになりますよ。私の言葉に静香はわなわなし始めました。あとアイナの分も請求させてもらいましょう。いい？アイナ。もちろん。そんな。あら、苦手なお仕事を頑張らないと2人分の慰謝料は払えないわよ。それだけで足りるかも疑問だけど。静香はその場から走って逃げていったけど、後日しっかりと慰謝料を請求させてもらいました。仕事を頑張って慰謝料を払ってねと言ったのに、なんと静香は多くの同僚たちにどうすぎて悪態をついていたことで解雇されちゃってね。今や夢を捨てきれないままアルバイトを掛け持ちしながら慰謝料を支払ってるの。さらに自分磨きと称してあれこれ散財していたらしくて、その借金も相当だったらしくてね。じゃあまあ見ろって感じよね。一方私はあれからソータさんといい感じになって、なんとお付き合いしています。いずれは結婚したいねなんて話しているの。会社でもパコってことがバレたからジミコは辞めて素の自分で出社しています。あれ以来会社でファッションやメイクの相談をされることが増えました。パニコ今日私の買い物に付き合ってもらえない？ん？いいけどどうしたの？私もパニコみたいに素敵な女性になりたくって、でもどんな服が似合うか分かんないし、だから一緒に選んでほしいなって思ったの。恥ずかしそうにそういうアイナですが、
ジミコから脱却したいって気持ちはすごく伝わったの。いいわよ、アイナを大変身させちゃうから期待して。あ、ありがとう。嬉しそうなアイナに私も嬉しくなっちゃいます。皆さんも私のコーディネートで美しく変身しちゃいます。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。